はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズツーライ。前回の動画がちょっとね、ひどすぎた。ほとんど寝てたみたいだね、あれね。なんだろう、あれは。あれはやばいでしょっていう。やばいやばい。最後やばいわ。めっちゃ寝てた、したもん。あげるか正直迷ったんだけど、あげることに決めました。まだあげてないんだけど、今からあげるんですけどね、これ撮り終わったら。 いやー、まさかね、こんなことになろうとは。うわ、何これ。うわ、やばい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 、やべえ。うわ、出ろ出ろ、頑張れ、出れる。あ、道が見える。グリッチグリッチ。あ、やっべ、ちょ待って、ちょ待って。うわ、待って。よっしゃ、ジャンプできた。あっぶねえ、あっぶねえ。あ、これまずくね。結構コーヒー飲んどこうか一応。あっべ、ビールにしとけばよかった。よーし、やっと1匹目か今日。あ、ダメだ、ダメだ。うーん、あ、うそん。ちょ待って、このまま変な風に走り回ってたら俺あれだよ。こいつは倒しとこ。あ、倒せてない。うわ、ひどい。144発あるからいいけど。1時か。ああ、もうダメだね、ダメだね。うわ、危ね。あれ、なんか1匹減ったくね。あ、いたいた。使い倒しとこ。ああ、下手すぎる。あ、追加入ったし。うわ、マジか。あ、やっべ、犬来た、犬。スタミナ大丈夫、スタミナ大丈夫。あ、やっべ、追加で犬来た。やっべやっべ、スタミナ大丈夫。うーわ、ちょ待ってよ、当たってよ。当たれねえ。うわうわ、いって。やっぱあいつ倒しとかないとやばいわ。うわ、ダメだ。下手すぎる、下手すぎる。一発。スタミナは大丈夫。あ、嘘。うわ、今一瞬固まったし。これ違うな。やっぱヘッドショット狙おうとしたらダメだね。あ、スタミナ切れるよ。気をつけないとね。よーし。いけるんじゃない？いけるんじゃない？あれ、歩いた歩いた。歩いてねー。歩いてねー。あ、ダメだ。なんで？
でもこいつ胴体狙いたくねえしな。胴体狙おう。胴体ね、狙おう。うん、張ってきてる。よし。一発。もう一発。よし。よしよし。いやー、焦ったわ。あ、そうだ、バイクの救出行かないと。バイクの救出行かないといけない。どこだ？もう少し左。どこだ？この上か？あれ？この左下。あったあった、バイク。なんで、ちょっと道作ろっかも。多分動けるように。でも下手なところ削ったらね、今度バイクが飛ばないか心配なんだよね。なんで。あ、待って、水分やばい、水分。取れ。お、何あれ？何あれ？穴の中がめっちゃ明るい。これでバイク動くんじゃない？よーし。おっと、おっしゃ、よしよし、ここにバイクを止めまして、松明とかないもんな俺。いらないやつはしまっていこうか。土ちょっと持っていこうかね、のため。で、これとこれといらないかな。コール微妙だね。コール微妙だな。鉄パイプ。ちょっとね。鉄パイプ4つでしょ。革何枚？ 11 枚。ベロ。1、2、3。3、4、12枚。ちょっと足りないな。いないけど、まあいっか。いや、入っちゃえ。うわ、足折れた。バカじゃないの。なんだっけ、スプリント。ここでまた折れるか。やめてほしいわ、ほんと。よし、ユーズ。とりあえず見に行こうか。でも松明とか明かりがないのがね。あ、作れるじゃん、松明。こういうところで。あれ？草必要だっけ？何が必要だっけ？これか？違うな。トーチ。あれ？あ、一個上だったのね。動物の声がする。どこだ？あ、あのあれ、ちょっと漁ってこようか、ゴミ袋。いいな。あ、クマがいるね。クマ倒すかな。クマ倒すのもありだよね。クマ倒そっか。で、皮剥いで、そっか。あれ、クマさんどこ行った？クマさん、いたいたいた。ヘッドショット。あれ、
うわー、めっちゃ走ってくる。あ、やべ。このクマ腐ってない？え？このクマゾンビクマ？明らか腐ってるよ。ゾンビのクマ食ってたの？うち、もしかして。それはいかんでしょう。それいかんでしょう。ちょっと肉拾っちゃった。肉を持って帰ろう。あ、これ落ちるやん。崖崩れ起きるところだね。気をつけないと。肉入れて。崖崩れ起きたら、うわっ、ちょ、バイク飛びすぎ。よし、どっか分かりやすい場所、松明つけとけばいいか。最悪、松明つけとこ。これで分かるでしょう。でも、で、皮7枚も一気に拾ったね。あ、待って。で、近くに粘土がない。マジか。こっちまで行くか、一回。この穴はすぐわかるもんね。ちょっと粘土取ってくるか。どちらかというと、これ下行くのが先だよね。下見てきて考えるべきだわ。どうしよう。よいしょ。薬取っとくか、一応。うわ、危ねえ。もう一回骨折するとこだった。よいしょ。ここから入りまして、うおー、いい感じに。うわ、ダメだ。走ったらなんかジャンプしちゃうわ。これは？お、これ鉄？鉄っていうか、これは、え、これ全部こんな感じ。すごくね？これなんだろうね。うん、多分これあれだよね。リード。一回掘ってみようか。だね、リードがいっぱいあるね。リードはいっぱいあって、この生えてるのは確か火薬の材料になるんだよね。で、こっち。これ掘ったらもしかしたら、鉄とかいくんじゃない？そんなことなかった？あ、これ。なんか鉄の音がするぞ。あ、転がっていっちゃった。リードか、これも。うわ、下に転がっていっちゃった。待ってね。何をしたかったか忘れたんだ今。あ、そう、これ修理しとこうかなってちょっと思ってたんで。松明たかなくていいぐらい明るいね。一応焚いとくけどさ。え、これやばくね？え、入り口も見えないよ。何ここ、すげえ。超深くまで行ってる。お、死体だ。ここめっちゃ砂溜まってるし。つか、ここの穴何？あ、行き止まり。嘘、ショック。なんか面白いの始まるかと思ったら、そんなことなかったね。とりあえず半端ない量の、やばい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 、危険危険。半端ない量のあれが、黒炭じゃない、石炭が取れそうだね。で、これもなんか鉄っぽいね。缶ってなってるね、今。これか。これなんだ？これ
これ鉄もしかして、あ、鉄だ、これ鉄だ、この黒いの。これ鉄で、はい、3番殴ってある。あ、これまたあれだね、リードだね。上は上、あ、上にもちょくちょくあるけど、あれは触りたくないな、降ってくるやつだもんね。あ、これもなんか違うよね、音が。鉄だね。ね、これか。どこ掘ってるかわからんけど、とりあえず音は鉄。これ違う。これも違う。これ鉄。もう鉄困らないな、こんなにあって。火薬だったら嬉しかったけどね。なんだっけ、俺がしたかったね、今。これは修理された。何かしたかったら忘れた何かしたくて開けたんだけど、サクッと。お、キノコが。すごい、これ。あ、これもじゃない？やっぱり。リードも、リードもいっぱいあるし。やばいやばいやばい。これはもう取りたい放題ですわ。とりあえず中がどうなってるか分かったところで一回帰ろっか。お、なんだこれ、ね、これはもう帰ろう。すごいわ。水飲んどこっかな。横穴とかなかったね。そういえば火薬の材料ができる量が減ったとか言ってたんだよね。気になるからやってみようか。10分の1になったみたいなこと言ってたよね。これから5個取れるでしょ。これ1対1で10個作れてたんだっけ。なんだっけ、ガンパウダーになるのかな。あー、やっぱりね、これで1個、10個作れてたのが1対1になっちゃったんだね。なるほど。まあ前のできすぎだもんね。あんなにできると思ってなかったもん、ほんと。だってちょっとやっただけ200個とかなってたし、火薬あれはちょっと多すぎだよ。ただ今後どうなるかだよね。銃には全然使えないもんね、そんな少なかったら。どうしよう。今いるのがこの穴の入り口のそばでしょ。あ、こっちにも穴ありそうじゃない？これ家のすぐそば。じゃあ次回こっち行ってみましょうかね。気になるし、これもなんか気になるし、こっち行ってみよう次回。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。前回の動画はごめんなさい、寝てました。あげるか迷ったけど、なんとなく、最後にすごいこと言ったんで最後にすごいこと言ったんであげることにしました。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画を見てください。セシカでした。